皆さんこんばんは。今日もですね、私はリングスの時代に、経験しましたですね、都市伝説の話を、もう一つしたいと思います。まあ、前回も言いましたけど、ロシアがですね、ずっと、1945年以降ですね、東側経済としてですね、西側とか全く違う、ところで離れてですね、いろんなものを流通しながら、まあ、石油とかいろんなものですね、独自の、経済圏をでやってて、それがペレストロイカとかですね、西側とも、いろいろ交流するっていう分ですね、本当もう黎明期で、ある時ですね、でもこれはすごい、クレメンチュクの話よりも全然前の話ですね、91年に初めてロシアに行ってですね、その翌年ですね、92年ですね、リングスに参加している、東側の選手っていうのはですね、当初ロシア、ブルガリアっていう感じだったんですけど、ロシアからですね、グルジアが独立しまして、グルジアっていうのはですね、カスピ海と黒海の間に挟まれた場所にある国ですね。人種的にはですね、古代ギリシャ人の直系の人たちが、人種として暮らしていると。今ギリシャにいる人たちは古代ギリシャ人時代の人種とは全然違うらしいんですよね。もう純粋な古代ギリシャ人の直系っていうのはグルジア人とかあの辺らしいんですよね。グルジア人と一部ブルガリア人ですからしいんですよね。でグルジアはですね、ロシア国内ではこういろいろ有名で、で格闘技の強豪選手というのは大体グルジア人ですね。であともう一つ、今に残る悪さな話をするとですね、ロシアマフィアっていうのはほとんど、グルジア人が中心ですね。グルジアは面白いところがありましてね、スターリンの出身地でもあるんですね、グルジアね。スターリンはグルジアの確かトビリシ出身で、まあ、スターリンといえばですね、もう本当に大虐殺で有名な、政治家の一人に挙げられるんですけど、まあ、スターリンの出身地ですね。ほんでですね、そのグルジアに、まあ、92年に、来いと言われてですね、まあ、その時に選手の話もありましてですね、誰かというと後にやるビターゼ・タリエルの兄弟ですね、ビターゼとビターゼ・タリエルの兄弟ですね、あの辺もちょっとなんか、紹介するからというんで言いますと、当時はですね、なんかグルジアが、内戦の真っ最中ですね、なかなか、飛行機が出なくてですね、当時の外務省の、渡航禁止区域の地図っていうのがあるんですけど、ホームページに、まあ、グルジアはいつも真っ赤でですね、行くなという場所でですね、まあどうしても来てくれっていう話だったんで、まあなんとか行こうと思ってですね、モスクワの国内線の専門の飛行場があるんですけど、まあそれに行っては、結構で引き返し、行っては結構で引き返しの繰り返しで1週間ぐらい、まあなんか足止めを食らって、でようやく飛行機に乗ってですね、こういったらですね、まあ、飛行機乗ろうとしたらですね、なんか驚いたのが、まあ、その飛行機がですね、どう見てもですね、まあ、多分1950年代もう自分と同い年ぐらいのですね、まあ、自分よりひょっとしたら年上の古いジェット旅客機なんですね。でなんでそれが言えるかっていうとですね、まあ、飛行機っていうのは普通表面はこうツルツルしてると思うんですけど、その飛行機はですね、全部秒打ちなんですよね。だから表面はこう秒の灯台こう丸く、秒ってところが丸くこう頭が出てる。ほんで飛行機の主翼の付け根とですね、あと閉まるドアのこの角がですね、にこうクラックが入ってるんですね。これやばい飛行機だなと思いながらですね、乗ったんですけど、まずですね、どん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 お客様を詰め込むんですよね。でどういうに詰め込むかっていったらですね、指定席のはずがですね、もう乗った順番に後ろから順番に座ってくれって言われて、で座らされて、ほんで一応前席前になったら次どうするかって言ったら、こうやって肩にこう段ボール箱とかこういろんなこうの荷物だとかいろんなこう担いだ人たちがパッとどんどん詰め込まれてきて、
でその人たちが通路の上にその荷物を置いてその荷物の上に座ったりとかですね、もうこういう感じでもうぎっしり、飛行機に詰め込まれてですね、飛行機なのに満員電車のように詰め込んで、これ一体どうなるんだろうと思いながらですね、で、まあ、離陸をしてですね、でも離陸をしたのはいいんですけど、あの乗る時にですね、まあまあいろいろこう噂を聞いたとかするんですよね。だから、ね、この何年か前はなんかあの地対空ミサイルに撃ち落とされたとっていう話だとか、で嘘だろうと思ってこういういろいろこうマニキュート当時なんかそういうなんかあの社会主義諸国のなんか報道の名残が残ってて、なかなかあんまりそういう報道はしないんですけど、まあ、聞いてみるとソ連の国内線っていうのは世界で一番墜落事故の多い国だと表に出るだけで本当にいっぱい死んでると。で今は特にグルジアの方は、まあ、あの内戦中なんで本当にもう命がけなんだと。でパイロットも本当に揺すられた人じゃないといけないようなところだと言われてですね、いや怖いなと思って、これこっち対空ミサイル撃たれるともうちょっと終わるんだろうなと思いながらこう行ったらですね、トビリシまで約、3、4時間かかったですかね、なんかかかって行って、であ順調に来てよかったなと思ったらですね、そのよかったなと思って、ほんで高度を今から高度を下げ始めますって言って言われて、下げ始めたってしばらくしたらですね、いきなり広いがガタ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 ってもうこんなになってですね、あれこれなんか地対空ミサイルでまだったんかな、これやばいなって落ちるんかなと思って、もう死んじゃって本当ね、なんかあのジェットコースターの一番激しいやつのみたいな感じでかなり使ってて、でなんとかかんとか飛行機がこう安定したんですよね。で一体何事やと思って見たら、で機長からのこうやって挨拶があって、何かの物体がですね、後部の水平尾翼あたりにぶつかったようだと。何か分かんないと。でもミサイルとかそういうもんではないと思うと。で私は、軍時代、戦闘機パイロットとして、もう十何年やって、もう飛行時間もなんか5000時間とか8000時間とかってすごいあれなんで、その腕があるんで、安心して乗ってもらいたいっていうアナウンスをしたと。でそれでああやれやれと思って、ああもうなんとかもうこれで通用しなかったなと思ってほんで、で飛行機がこう止まったんですよね。で止まって、で降りてきて、何かが水平尾翼になったって、水平尾翼どうなってるのって言ったら、水平尾翼をひしゃげてるんですよね、なんか右の水平尾翼が。であれと思って、何がぶつかったんだろうと思って、右の水平尾翼が前に顔をスーッと前にやって、右の主翼から出てる車輪見たら、その車輪のカバーが取れちゃって、多分その足を出そうとした車輪のカバーが取れて、でぶつかって水平尾翼がちょっと、曲がるからかしらんでね、なんだか、あそれでかと思ってね。でそんなこんなってね、そのアミティブシルノダリのところに行って。でタリエルに会わせてもらってですね、でタリエルは本当にもう白兵戦で人を撲殺何もしてるとって言うと、ほんで見たらね、なんか2メーター140キロっていうんで、どんなやつかなと思ったら、で昔で言うジャイアントロボみたいなね、あんな感じのなんかね、すごいのを見て、わあすごいな。で握手してみるとね、自分の手がこうこう回らないんですよね、このままでも。なんかもう手の厚さが畳ぐらいやって、でもこんな感じで、いやこの政権で殴られたらまあ死んだろうなって、ね、で君は一体まあ何をしたんだって、武術とか武道とか何をしたんだって言ったら、僕は極真をやってたっていうね、彼はね。でその極真をやったって、ってこんなグルジアまで命がけてきて、極真会館の極真っていうのを聞いたんかと思ってね、ああそうか、大山さんも、ま1940年代50年代にヨーロッパで空手を広めて、まあ、自分みたいにこうやってカバン一つでわけもわからんところを飛び回って空手を広めてるんだなと。で そのうち、まあ後に大山幹事になった時にその話したら、すごい喜んでもらってね、
あ、君もそういうとこ行ったんか、そういう経験をしたんだねとか言ってね、いろんなことだけど、でまあそんなことがあってですね、野だらりに会ったんですね。で野だらりっていうのはですね、で彼はですね、グルジアっていうのはですね、なんかあの町の名士とか、そうあの昔のですね、大正とか明治時代の日本に似てて、町の名士なんかはですね、名士と言われる人はですね、玉田って言って、あの町の人から呼ばれて、で玉田は何をするかって言ったらね、町の中にいるすごい優秀なんだけど生活が貧しい青年とかを引き取って、でお金出して学校に出してったりとか、書生のようにして、でそういうのをやるんですよね、玉田はね。で野だりも玉田でですね、でこのあのアミシビリ野だりっていうのはグルジアの後の支部長だったんですけど、彼はすごいあの変わったっていうか経歴を持ってる人で、まああのリングスに来てる頃は ですねもうちょっとこんな太っちゃって大きくなって、なんかよく言ってる猛烈当たるのなんか心のボスみたいに太ってましたけど、彼の若い時の写真を見るとね、もう驚くんですよね。ポール・マッカートニー、ウリ二つなんですよね、ポール・マッカートニーで、なんと彼は、ね、であともう一つ、もう一つ驚くのはですね、数学の博士号を持ってるんですよね。数学の博士号を持ってて、なおかつグルジアのサンボチャンピオンなんですね。で結構世界大会でも結構上位に行ったりとかして、ね、でそういう人ですね。でまあ、当時堀前さんともすごいなんか親友で、でその野だりがですね、まあ、呼んで、まあ、よく来てくれましたって、まあ、野だりの家に初めて泊めてもらったんですけど、まあ、グルジアを大家族主義で、もうじいさんばあさんからもう全部3世帯が、まあ夫婦子供を含めて全部一緒に住んでるんですよね。で野だりの書斎に、通されてですね、まずこう座ってくれって言われてですね、で出されたのが、まあ、これぐらいの皮袋がこう3つこうポンポンポンと並べられて、でこう座って、まず座って、これについて相談したいんだとって言われて、これは何だって聞いたらですね、これはねこういうもんだとか言ってこうだけでバラバラバラって、ダイヤモンドだね、ダイヤモンドで、当時ねロシアので産出するダイヤモンドっていうのは、世界的にダイヤをの販売を統括しているデビアス社、ユダヤのデビアス社にまだ、編入されてなくて、まあ、独自の販売ルートっていうか、まあ西側だけで販売したんですよね。でデビアスの手つかずの、ダイヤっていうんで、で、まあ、ダイヤっていうのはあんまり自分も知識はないんですけど、でもその時ダイヤって言ってもね、これは品質だとかカットの仕方、それによってもう全然価値は変わるんだよとって言ったらですね、野だりの答え、そんなに言った答えはですね、何を言うかと思ったらですね、まあ、このうちの半分のダイヤはベルギーのアントワープで鑑定所とアントワープの最高 のカッティング師にカットしてもらったと。で残りの半分はまあ、鑑定書をアントワープでつけて、カッティングに関してはロシアンカットっていうロシアの職人によってやってもらったとって言うんですよね。でそのロシアンカットって意味が分かったんですけど、後々いろんな人に聞くと、ロシアンカットっていう独特なカットの仕方があってですね、そのロシアンカットを施されたダイヤモンドっていうのは それだけで値打ちがあるそうなんですよね、実は。ほんで、ああそうかそうかと、でこれどれぐらいの品質のやつなんだって聞いたらですね、もちろん最上級のやつで、一応市場に出回っているあらゆるカラーの最上級のやつありますと。で最上級のやつは何かって、フローレスって一番上のやつなんだって。それ何なんだって言ったら、 VVS1 の上にインターナリーフローレスっていうのがあって、その上にまたフローレスっていうのがあるんだと。普段の宝石屋にある VVS1 の上のさらに上のやつなんだと。もう本当に数パーセントしかないんですよ。そういうのも全カラーで揃えられると。どんなカットするカラット数でも、もうとんでもない大きなやつは無理だけど、まあ、ある程度揃えられると。でこれを売るためのなんか、日本で売るためのなんかが協力をしてくれないかって言われてですね、いやこれはえらい話だったなと思ってね。これを
るともダイヤ王っていうか、あっという間にビルが建つなみたいな。いや俺も長年苦労してきて、これをこんなすごいこんなビジネスチャンスに、もうこんな話ってあるんだなと、これはすごいなと思ってね。で早速家に帰ってですね、日本に帰ってですね、当時知り合いだった宝石商何人か、まあ、2人ぐらいですね、信用できる人がいたんで、その人に言って声をかけて、でこういうわけで、当時のロシアの中のなんかシベリアの方でなんか、いろんな産地がいっぱいあって、まあ後々いろいろ調べると、ダイヤっていうのは実は南アフリカでもどうでもなくて、ロシアが一番産出量が多いらしいですね。なんかね、ダイヤっていうのは。でそういうのも後々知ったことなんですけど、まあまあそれをデビア社の販売じゃなくて独自で売れる。まあ一説によるとダイヤっていうのはですね、ルビー並みにいっぱい取れるんですけど、デビアスがちゃんと管理して小出しにするんで、ダイヤの価格が守られてるんだ、希少性が守られてるんだっていう話もあるんですよね。でそういった分で、まあ、ロシアでたくさん取れてるダイヤことは幸いにバッと売り出すと、まあ、デビアスにとってはとても困ることになる、ダイヤの根が崩壊するっていうんで、まあ、いろいろあったと思うんですけど、まあ、まあそれはとそういうことも知らずにですね、自分たちはもうなんかまあ空やれ空やれって言うんで、わーっとこういろいろ準備をしたんですよね。自分らよりね一足早く銀座のね、あるなんか有名宝飾店みたいな会社をやってる人たちがいて、その人たちがですね、ロシアのダイヤの販売を始めたんですね。それも普段買う普通のダイヤモンドのあれと比べるとですね、ほんで超破格ね、超安値の値段でですね、本当にこう飛ぶように売れるっていうかね、って感じでやったんですよね。ほんで、いやこれは先越されたなと思って、こっちも急いで急いで、もう早くしょ早くしょって言うんで、こうでいろいろやっててですね、で自分も野田とか会いに行ったりとかして、いろいろこう話をしてってですね、でもういろいろこう三段つけてやったんですけど、あと急にですね驚いたことがあって、何かっていうとですね、その先発してやっていたそのダイヤモンドの販売会社の会社の人たちがですね、トップ上から社長、まあ、専務、あとナンバースリーみたいな人、もう3人ともいきなりパッとこう行方不明だったんですね。行方不明に、でしばらくその店自体もね、なんか営業をやめちゃって、どうしたんだろうみたいなね。で一時の週刊誌とかで何か何があったんだろうみたいなことで記事になりましたけど、それもしばらくその記事さえも追徴記事も出なくなって、何か不思議なことあるんだなと思ったらですね、まあ、自分と一緒にやろうとした人たちがですね、何か突然ベルギーのアントワープのデビアス関係のところから呼び出しを送ってですね、まあ、脅かされたと。銀座でなんとかっていう会社のなんとかっていう人たちがいなくなったよね、君たちもそうならないように気をつけた方がいいと思うよっていうことをはっきり言われてですね、ほん でロシア のダイヤに関して手を出すんならば、一切これから一切のダイヤ以外の宝石も含めて一切の取引はできないと、君たちはできないって脅されてですね、これが何が起こるか分からないということは、命の保証も何もできないっていうような、もう直の脅かしを受けてですね、で彼らは日本に帰ってきたら申し訳ないけどちょっとできないとで断りを受けてですね、でそれと同時にその頃になんか野田の方にもなんかですね、なんかそういうデビアス関係のなんか話っていうか脅しっていうか、なんかそういういろいろ入ったようですね。彼もちょっとなんか彼の方もちょっと手を引いたっていうようなことがありましたね。この話、信じるか信じないかはあなた次第です。